伊ぶす市考古博物館は、鹿児島県伊ぶす市十二町に所在する伊ぶす市立の考古博物館及び研究施設である。通常はもっぱら愛称としての時遊館ここはしむれの名が使われている。1919年に浜田工作により、日本の考古学史上、縄文土器と弥生土器に時代差があることを初めて立証し、また、 日本三大実録に、記載のある八百七十四年の海門岳大噴火の、際の埋没集落が発掘された国の史跡、橋群れ川遺跡の北側に所在している。所蔵品及び調査記録は、上記の橋群れ川遺跡関連の他に、江戸時代に、現在の伊ブスキ今泉周辺を領地とし、天章院の聖果であった薩摩マ今泉家に関する、もの、幕末に、 イブスキを、薩摩藩の代表的な物流港とし、薩摩藩へ、多大な資金提供を続けた、御用商人、浜崎太平次に関するものなどがあり、これらは企画展などで該当した場合は、観覧が可能となっている。周辺の海岸沿いは、イブスキ温泉として、温泉ホテル旅館等が立ち並んでいる。これにちなみ、砂虫温泉利用券と、セットになった。 博物館入場券も販売されている。常設展示は、橋群れ川遺跡に関するもの及び古代に一体に居住していたとされるハヤトに関するものが中心となっている。ゴム粘土や滑石を使ったマガタマ製作、アンギ銀ン網、絵付け体験、火山の宝石、織瓶を使った万華鏡を作り、キーホルダー作りなどが常時準備されている。 各種の企画体験学習を呼び、講演会が開催されている。博物館学芸員とともに、外郭団体、わしむれの会のもと、体験学習会が毎月開催されている。博物館内の売店では、橋村川れ側関連書籍や企画展図録、博物館グッズの販売などが行われている。9時から17時まで毎週月曜を呼び、毎月第4水曜日。 年末年始大人510円、大学生、高校生410円、小中学生300円。ただし、この時浜田が発掘、提示した資料は正確には古墳時代後期の成川式時である。博物館、美術館、イベント情報サイトインターネットミュージアム内の、プレゼンテーション記事、地域の中の博物館イコール、いぶすき市高校博物館。 自由感ココアシムレの場合イコール。ありがとうございます。